どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク、駆逐、フクロウ駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。先日、地形化社でですね、2体目の敗勢を引くことができたんで、まあまあまあ、しょうがないかと思っても80個ぶち込みました、促進剤を。はい、フル強化しております。まあ、フル強化してこんな感じですね。で、後ろにはサイコを置いて、まあ、横にはね、カネキの後ろには前回同様、ハイロを置いてます。こいつは特攻かかってるんで、連れてきてます。で、まあ、アヤト、まあ、多分ね、有馬が倒れることはないと思うけども、一応アヤトを後衛に置いてます。これで行きましょう。このフクロウいつぶりなんだろう戦うのめちゃくちゃ久しぶりなんだけど、最近フェスで登場したフェスゲンのフクロウではないですね。スペシャルさんの、限定のフクロウの方ですね。こいつ昔あれだよね、あの腕と両腕にあの何 V 破壊みたいなシステムがあって、あれね結構面白かったんだけど、まあ難しかったよねあれは。で、とりあえずいつものように行きますか。ハイセはもう単純です。武器耐久値削って 1.8 倍だったかな、あの連続ダメージを与えます。武器耐久値もがっつり削ります。こいつの武器耐久値低すぎて多分ハイセ一発撃つと落ちちゃうんじゃないかな。ハイセのちょっとスキル見ようか。9連ダメージ、武器耐久値マイナス8なんでやっちゃいますねこいつこいつやっちゃうんだね。だから普通に、あーそうか、入るを出した方がいいなってことは、さっさとこいつ撃っちまって僕だで入るを撃っていきましょう。入るの方にスキルを回すか、それが良さそうだな。で 0.3 倍にしていくんで、入るにスキルを回すようにとりあえず1ターン目は立ち回って、ブレイクはありまでやりましょう。どこで崩れる、あと9回か、1、2、3、4、5、6、7、8、9で、有馬でブレイクして有馬のスキルを打っていく。まあこれが理想ですね。有馬のスキルでブレイクするんじゃなくて、有馬のアタックポイントを使ってブレイクしていくというのが理想なんじゃないかなと思います。バリ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 、かっこいい。お、かっけえ。あ、そうか、ハイセのあれだね、使うの初めてだしスキル見るのも初めてだね。そういえば動画で使うの初めてだったな。いつものようにやっていきますが、今ちょっと火力を見てなかったね。これどうか、何連だっけ、8連だね。8連打って、でもう一回打って、待って、こいつ単発147万出てない、クリティカルの時。1個は264万ぐらいか。普通の攻撃でもさ140万ぐらい出てない。で最後こいつね、1個目のスキルが確かバフだったよね。自バフなんだけど、確かね覚醒後のターンが3で、バフ自バフが2じゃなかったこいつ、うん、自身の攻撃力2倍、 1.5 があるです。あ、これが3ターンか。そうだから、カグネを出すのが2ターンだよね。そう、2ターンの間覚醒状態になって3倍になる。これがね結構ねずれてるのが痛いんじゃないかな。3ターンの間で麻痺状態にする。あ、どうなんだろう、そのターン中にはできないっていうコンタ。まあいいや、1ターン目はじゃあちょっとバフ使ってみるか。まあ次のターンだな覚醒は。でもう一回ハイセを使って、強いね、通常攻撃バリ強いやんけ。んで1ターン目終わりと、まあ、1億7000万ぐらいですね。ちょっと浮いた今こいつ出た、ベイブレードアタック食らわないよ、ベイブレードアタック。じゃあまあいつものようにやっていきますか。あ、待って、あいつ
やってくれたぜ。武器耐久値を回復してね、まさかの、まさかのね、武器耐久値を回復してないっていう。次のターンは回復してくれるのかな。あ、これもしかして有馬のスキル使わない方が良かったのか。オッケー。ああ、これ有馬たまんない可能性があるから有馬の方に回していくか。うん、バリ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 で、まあいっか、これで。とりあえずこのターンは置いておこう。スキブ、スキブじゃねえわ、なんだっけ、ブレバもかかってないしな。殺していい理由など存在しない。若干店長の声真似に自信ありにきだわ。おい、あ、回復したわ。武器耐久値回復してる。ハイセイどうせ撃てないから有馬の方に回すのが先決か。まあたまるとは思うけどな。たまるからこれハイルに回そう。多分たまるよね、怖いんだが。危ね危ね、たまったたまった、危なかった。でもこれアタックポイント残しておいた方が良かった。そんなことないね。で、削っていく。あ、黒岩、暴走アラタープロとの黒岩持ってたら、篠原持ってるんで、その二人で来たかったんですけど、持ってなかったですね。残念。ハイスよりもそっちの二人の方で来たかった。まあ、火力見れたからいいや。んで、バリバリバリ、うん、バリ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 貫通してる。穴ポコ、これあれだね、もしかして3ターンだから自爆、最古の自爆がカグネ発動してからかかってる時間帯1ターンしかないのか。うん、ドロロロやって交代して、あいつカグネ出して、あ、やっぱこいつはね、こいつをメインで使う時じゃないとなかなか使いにくいね。シフトで使うような代物ではね、ずっと前衛に置いて使ってたよね。誰かの後衛に置いてシフト4で使うやつじゃねえ。アヤトの方が良かったか。じゃあ重蔵か、重蔵の方が良かったかな。属性的にも乗ってるしね。今回入ると、麻痺で、被ってるから、お、待ってくれー待ってくれー、それはやばいぞー。それはやばい。ハイルさん、ハイルさんがご退場されるかもしれないな。ここサイコ出したいな。じゃあサイコ出したいなっていう気はある。最後出すか。まあ火力はいいや、正直。じゃあハイセを使ってバフをかけてあげたいね。この選択は自殺だ。まあ、最後お遊びですね。でかこれ白コート3人並んだと思ったら、あれだ、こいつカグネでほとんど見えねえや。あ、待て、有馬のバフかけてね。有馬のバフかけるの忘れたんだが、これたまるかな。たまるね、これ。これはたまりますね。ブレイクバーストかかってないのが残念。ブレイクバーストかかって、このバフかかったら400、900、1000万はね、初見で使った時、初見一番最初当てた時870万ぐらい、40万か70万ぐらい出したのかな。あの時いつだったっけ、多分2月とかだった気がするんだけど、アニマが出てない時だよね。
あの時誰をバフ要因に使ってたんだろう俺。覚えてない全然。でこのターンでサイコ自身のあカグネも切れるしもうバフも切れてたっていう、なかなか噛み合わないな。なんかサイコの火力検証みたいになってるけど、今回のメインはハイセイだからね。お亡くなりになっちゃった。あまり舐めるなよ。まあサイコさんに退場していただいて、遅くなった。やっ、やっ、ほら。アリマにスキルを回してゆく。ドロロ。やっ、やっ、ほら。やっ、ほら。4、1、2、3、4。やべえ、これたまんないんだけど。これたまんないんだけど。おい、たまんなかったね。まあブレイクバーストに関してはハイセも持ってる、忘れてた。そうハイセもアリマと同じブレイクバーストに、あれだ、ダブルエースマイナス持ってた。よかったよかった、危なかった。でバフもかかってるからよかったですね。持っててよかったブレイクバースト。まあこんなブレイクバーストばっかキャラいらないだろうってずっと思ってたけど、まあこういうちょこっとね、時々役に立つ時が来る。こんないらんやろと思ったけどな。ブレイクバースト2倍ばっかやん。やるよ。僕だ。やるよ。やるよ。はい、ぶち食った。まあ最後はハイセイに締めてもらって終わりですね。途中サイコのダメージ何検証みたいになったけど全く生かせてなかったわ。やるんならちゃんと配置しないとな。全てしよう。まあハイセ単発ですげえ火力が出るな。クリティカル率も 35% アップしてるんだっけこいつ。だからクリティカル量産すればだいぶその火力検証に関しては結果が触れ、あやべ、ダメージレポート見てなかった。まあいいでしょう。5億でしたねちょうど。まああいつの単発の火力を今回見たかったんですけど、まあクリティカルがポン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 出てて、ちょっと確認しようか、確認しよう。ハイセ君、そう、はい、これですね。クリティカルアップダブル S プラスですね。これがかなり強力。3回、攻撃すれば1回は、1回以上は、クリティカルが出るという、はい、計算ですね。で、147万ぐらいクリティカルで出たのかな。スキルが260、270万ぐらい、に対して、まあ、普通の攻撃が、まあ、それぐらい出るということです。はい。というわけで、お疲れ様でした。クリティカルお化けということで。また次回の実況動画でお会いしましょう。